ちゃんとその体の作りをちゃんと医学的にね検証して疲れないシートっていうのを元々開発した。お尻の器に入れるというよりかは器が俺のお尻の形になっている。これねキャンピングカー特にこのキャブコンの場合これねめちゃくちゃ有効。運転がねやっぱりすごい楽、すごい楽。本当にどうなのかっていうのはもっとね俺自身体痛めつけなきゃいけないなということで、これからちょっと行ってくるわ九州。はい、皆さんこんにちは、バッティック鈴木でございます。今日のバッティック TV はこちらレガロシートご紹介したいと思います。佐賀に行ってきた。佐賀、九州のね、販売店さんで RV ランド九州っていう、お店キャンピング屋さんあるんだけども、店長とかすげえ結構仲良しで、明日かだから今上がってるからこの明日の土曜日ね、なんかねイベントやるって言うんだよ。ミニキャンピング場所みたいなねイベントをやるって。ちょっとそこにゲストして呼ばれた。せっかくね呼んでいただいたので九州の方になかなかね会えないんでね、ちょっとぜひともこのタイミングで皆さんとご挨拶できたら嬉しいななんて思っております。ぜひね RV ランド九州遊びに来ていただければと思います。今回レガロシート紹介させていただくわけなんですけども、このタマちゃんにねこのレガロシートつけてもらいましたね。このレカロシート、いや実は結構俺撮影とかでなんか使うじゃん、タマちゃんずっと乗ってるじゃん、運転結構するんでね、だからちょっとこのシートね実際にどうなのかっていうのをねいろいろチェックしていきたいなと思っております。まあそんな中ですね、まあちょっとせっかくなんでこのレカロシート、まずはね一回紹介をさせていただいて、その後ね、いろいろレビューっていうのもねやっていこうかなと思います。はい、まずじゃあこのねレカロシート紹介させていただきます。これついてるのはね、SRC っていうモデル、実はねこれまだ今年出たばっかり超新しいやつ、新品シートね、まずこの C っていうのがコンフォートの C なんだって。そうだからこういう一般的な車に使いやすいよということで、ここのねサポート、ここのサポートがね低くなってます。だから分かると思うんだけど、乗り降りがめちゃくちゃほらなんかここが出っ張ってると確かにホールド性めちゃくちゃいいんだけども、やっぱねこの座面が高い車ってちょっとね乗りにくいところがあったりする。それでもねほら乗ったり降りたりっていうのをね、そうキャンピングカーってそんなにたくさんするわけではないので、それでもいいよっていう方がいるんだけども、おすすめはこっちかなって僕個人的には思います。これねフラットになってます。このシートってなんか変わってるとちょっとなんか レーシングカーみたいだし、やっぱどうしてもそのスポーツ寄りだと思うんだけどもね、このレカロね実は元々の発祥なんだか知ってる？ちゃんとその体の作りをちゃんと医学的にね検証して疲れないシートっていうのを元々開発してた。これはシートメーカーさんでも唯一無二らしい。じゃあなんでこれ疲れないのっていう話なんだけども、このシートもうすごく細かく設計されてて、フレーム骨組みの部分に少し改良を加えてるんだ。何が起きたかっていうと、これねちょっとわかるかな、シートをさよいしょと座るじゃない、座った時にまずなんでそれすぐ疲れちゃうのかなっていうのは、どうしてもここが前滑りっていうのを起こしてこの椅子とお尻のところに隙間が空いちゃうんだよ。こうやってほらこうやって空いてくる。そうするとここの骨盤から上ぐらいの骨のあたりが思いっきりこうなってるじゃない、これで腰痛くなっちゃうんだって。だからこうならないように前滑りというのを起こさない形状になって、これ逆に疲れるもん、こうやって運転しようすると。じゃあでも待ってよ鈴木さんとね、いやそんなにだって椅子なんて買わないでしょって、キャンピングカーだし、いやスポーツカーだったらまだねなんかかっこいいけれども、キャンピングカーだしキャンピングカーなんでスポーツカーのシートつけるのって思われる方結構いると思う。これね、キャンピングカーこそ特にこのキャブコンの場合これねめちゃくちゃ有効。なんでかっていうと地面ね、これずっとこう来るタイヤ来るずっと来るで、まあそのサスペンションっていうのが中にあるんだけども、そのまま来るとほら人の運転席になっちゃう。っていうことはどういうことかっていうと、ここになんか衝撃がガンってこうデコボコのデコだかボコだか知んないけども
ボーンって来た。そうするとまず一発目に拾うのってここじゃん、タイヤじゃん。でタイヤから一直線に来たここのお尻の部分っていうのが一番感じやすいっていうことは乗り心地に影響する。でこのシートを変えることによってこの縦の動きというのも衝撃を吸収するような作りになっているのがこのレガルシートってわけ。じゃあ具体的にどうなの？これね、いい？ここさ、ほら、まあ材質変わってるのはいいんだけども、ほら、ね、ここね、なんか、はい、これ革っぽいやつで、で、ここはスウェード調のやつなんだけどもね。これさ、ほら、わかるかな？ここと、ね、ここの硬さ違う、ほら。これね、別の部品でできてる。で、ここだけ、ここに、下にね、まあ今ちょっとくっついてるんでお見せできないけど、この下にスプリングがついてるんだよ。だから、一回、衝撃きます。で、そのまま、伝ってきます。ここでスプリングでね、衝撃吸収しちゃう。ほら。ここすっごい押してもさ、ここ引っ張られてないでしょ。わかる？ほら。これね、座るとすっげえわかりやすい。こうやってね、ちょっと座ってみたんだけども、このお腹の部分、ここね、ここが、なんかね、俺でも大丈夫。多分この角度だな。ここの角度が、いい感じの広がりしてんだろうね。これ多分すげえ計算されてる、これ。ほら、俺全然きつくないもん。これも多分、この背中の肩甲骨の丸みとかも、これ計算されてるね。こう座った時に、右の肩甲骨から左の肩甲骨まで全部シートが当たってんの。だから結構ホールドされるのかな。で、ここはめちゃくちゃお尻はもう全然ホールドされてんの。お尻の器に入れるというよりかは、器が俺のお尻の形になってるっていう印象。だから違和感がない。いいね。レカルシートいいよ、これ。あとね、これオプションでね。肘掛けよ。この肘掛けも、すげえなと思ったのは、いやこれカムロードだからかわかんないんだけども、これ、ね、ちょっと運転してて思ったの。肘掛けを使ってハンドルを持った時に、ほら、わかる？ハンドルの持つ位置が正の位置なの。いわゆるあの9時15分ってやつか、あの教習所で教わった。あの形になる。すごいこれ。ほら、こうやって運転できる。肘がだからちょっと置くんだけれども、ちょっと送るんだけど、こうなったりとか、こうなったりとか、こうなったりとかならない。必ず9時15分になる。まあね、このハンドルの高さとかも調整できるんで、この車。それは別なんだけども、このアームレストもね、あのオプションで、そんなにあのシートに比べてそんなに高くないんでね。これは、ずっとなかった。ついてなかった。で、この辺つけてもらった。うん。したら、もうめちゃくちゃいいと思って。当然ついてるやつついてないやつあるんだけども、これに関しては、シートヒーターもついてる。シートヒーター付きのバケットシートですよ。もうラグジュアリーそのものだよね。ここにあのねボタンがついてるんだけども、これでポチッと押すとお尻周りが暖かくなる。こう暖かくなるのもなんかすごいちょうどいい感じに暖かく、熱ってならないです。ね、筋肉固まっても暖かくすることによって冬までも、なんかこうあいたたたあいたたたってならないようになって。すごいね。で、シート背もたれの調整っていうのは。無段階調整、あのこうカツンカツンカツンってなるんじゃなくて、あの無段階調整で、しかもあのレバーを引っ張って調整するというタイプではなくて、ここのダイヤルを回して調整する、ほらこうやって リクライニングしたり、こうやって立ててみたり回す感じ、だから逆に言うと座ってあちょっと違うなって思った時にすぐ逆にすぐ調整するのは難しい。なので運転する前にしっかりあこの位置だねっていうのをちゃんと背もたれも決めてから運転した方がいいというのはあるね。俺いつもあんまり気にしてない車なんだけども、運転席から後ろのシートに行くときにやっぱこのシートが倒れないので前にねビタンってならないので、それはちょっとねあの行きにくい。まああとそうシートがでかいのでね、こっからするって行くのはちょっと行きにくいかなっていう、そんなデメリットはちょっとあります。でも運転してる時間のあの長さに関してはこう移動するの降りて移動してもいいし、まあできなくはないのでちょっと頑張って移動するぐらいのマイナス部分を取ってもめちゃくちゃおすすめ。レカローはおすすめ。はい、ということで今回この
レカロのね新型シート今回ご紹介させていただきました。キャブコンに対してレカロシートはありだねっていうのをね今回いろいろご案内させていただいたんだけども、いやいや津幸さんそんなこと言ってもね YouTube だしいいこと言ってんでしょ、本当にもし本当に気になる、ね、方いらっしゃったらあのねバンテックの直営店に試しで座れる椅子がご用意してます、うん、でたまに、ね、イベントでもちょっとバンテックのブースで、レカロ体験コーナーみたいなのやってるんだけども、本当にねあのレカロシートをぜひとも一回座ってみてください。実際長い運転をしないと分かんないところがあると思うんだけども、私自身も連続運転ね、連続運転で2時間とか3時間ぐらいのを1日ないし2日ぐらいでしか運転してない。だから本当にどうなのかっていうのはもっとね俺自身体痛めつけなきゃいけないなということで、だから俺これからちょっと行ってくるわ九州。せっかく九州行くからさ、九州の撮影もやってきちゃうから、と撮影したり飯食ったり寝たり飲んだり飲んだりいいか、うん、あのでちょっとねいろいろ試したいことこのね2週間でやっていきたいので、その研修動画っていうのもね、あの旅をしながら一本ずつ一本ずつね、あの撮っていこうかなと思っております、ということでね、まずは明日の RV ランド九州の行われるね、キャンピングイベント、ぜひともね遊びに来ていただければと思います、私も、皆さんの笑顔を会えるように安全運転でね、レカロシートでブレがブレない安全運転でね、九州までやっていきたいと思いますので、ぜひとも皆さん遊びに来ていただければと思います。はい、ということでね、以上までお送りしました。 See you.